えー、こんにちは全国の某、えー、有名釣り具チェーン初心,者の後輩、えー、初心者の後輩がラインを買ったんですが、えー、わけも分からず、えー、C2000 番のリールにフロロ5ポンドを巻かれ、えー、案の定冬の釣り場でラインが爆発しました冬フロロカーボンを巻くね愚かなことですねえー。 寒いマイナスの時っていうのは、まあまあそれ、えっと、マイナスの時によりますと、フロロカーボはですね、茹でていないスパゲッティのようなものになります。バーンブッ一発で終わりね。えー、まあ次がね、餌食ですね。まあ次がさん的にはですね、よし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 おしまた売れるっていうことになるわけですね。はい。えー、いや、騙しに引っかかっちゃったわけですね。かわいそうにね、初心者なのにね。はい あのー、釣り物によってねこれからの,あのゴールデンウィークに向けてこれからはじあの釣りを始めようというお客様たちが、えー、どんどん来ます。いいですか玄人に教える釣りとあの素人さんに教える釣りは違いますからねここをちゃんとわきまえないと駄ね大阪の釣り屋さん、ね、名前言ってもいいんですけど。 ね、えー、大阪の釣り屋さん、えー、あの困ったちゃんのことをしないでくださいあ,のあとは、えー、とそういうお店に、えー、素人さんの,あのお客様行っちゃダメ行っちゃ駄目、ねえー、きちんとねあの教えてくれるところ。 ね、あの商品無理やりこう売りつけようっていうねそういうんじゃなくてねえー、と糸を一つにとってもね高い糸と安い糸ってあるのよ、ね、最初のうちはねもうバイベイトとかもスピニングでも結構バックラッシュっていってブワーとかなっちゃう時にあるの。ね、で最初のうちっていうのはそんなに高い糸じゃなくて大体そういう高い糸進めてくるところっていうのは大体ダメだから。 ね、えー、ちょっと覚えてくのにどうせすん糸その糸ってダメになるのよでまた変えなくちゃいけないのよ。ね、であともう一つ言っとくけどそこの変える時に糸買ってんのにねえそこの店で糸買ってるのにまだ素人さんでしょどこにどうやって縛っていいか分かんないわけでしょそれお客さんからお金取ろうっていうなんでとら釣り具屋の一般的な普通の仕事だよ。 ね、はい、えー、気をつけましょうね。はい、釣り際ですが、えー、つれ売れる釣り際になるにはどうお客さんがどのようなものを欲しがっているのかっていう。だから何でも置きゃいいってもんじゃない。えー、チェーン店っていうのは今ダメな,ダメダメなのは全部置いたんですよ。全部置いてあって、進めるものが何もない。えー、これが全然ダメですね、えー。針、何でもかんでも全部置いてあるんですよ。 ねえー、全部置いてあるんだけど、結局、じゃあ、どの針にすればいいのよ。じゃあ、そこにずっと説明要因が、針、はい、専門の説明要因がいるんですかいないでしょ。自分のところのお店が何を進めないタイか。まあ、お店なんか行、えー、きますと、島の以外のサウンはない。ね、針、まあ、ほぼオーナー針しかないんですよ。俺がかかってる針でございますから、えー、俺がおすすめできるというものを置いてるわけでございますね。えー、売れる次り合に嫌する。だから、そのお店。 特色をえー、バッスリでスピンニングリールに PE を使うもう交換したくないっていうだけ本当は交換しなきゃいけないのよよれてんだからよれた糸ってもうガイドに絡むのよでガイドに絡みまくるのそれでも交換しないやからこれ、ね、昔のおじいちゃんたちと一緒昔ねお、えー、釣り合いにみんな来るでしょでおちゃんたちに「ちょっとおおこれ糸巻いてくれよ」っつって糸巻くのよ そ例えばなんか糸巻きで金取る、えー、釣り具屋があるってそれもなんかとんでもない金額をっていうから <laughs> ち,ょちょっと釣り具屋としてさそれってどうよそ,それ釣り具屋の仕事じゃないそれ糸巻きなんていうのはそれに「小川さん糸巻いてやっけど金取るよ」ってそれってどうよちょっと釣り具屋の仕事だから、ね、糸の縛り方を教えてあげるとか、ね、そういうの釣り具屋の仕事だから。 えー、昔ねおっちゃんたちに糸こう巻くでしょしばらくするとさ「あの人弱いな」とか言って「どの糸これ前に巻いたよ」って「おっちゃんこれさ去年か一昨年だよね」<laughs> もう糸ブルブルになってて「それで弱いで、ね、せめて3回でこうしろ」<laughs> で、えー、昔よく言ったのねあのー、投げ釣りでね、えー、糸巻くでしょ ねえもう毎日やってるおやさんが毎日だよ、ねえまあ、1週間のうちもうあの雨の被害は毎ほぼほぼやってて、ね、それ1年も使ってで糸が切れ始めたから弱いそう,そうじゃないからっていう、ねね、さあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方ですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方で,です、ね、流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございます村田じめ、ちょっと楽しみたいなよかったら、ね、ぜひご入会をよろしく。